皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、大人気企画のグレイルの商品紹介をしていきたいと思います。夏物ということで、今回もたくさんたくさんゲットしました。でね、今回本当にもう過去最高に割と私のタイプなので、ぜひ期待しながら最後まで見ていただけると嬉しいです。ではレッツゴー。ということで、じゃじゃん、今回もこのめちゃくちゃ大きい段ボールで届きました。今回もすごくたくさんゲットしましたので、ちょっとサクサク頑張ってやっていきたいなっていうふうに思います。ではまず1点目が、今これ着ているこちらのサテンの、これ実はセットアップで、ボトムはこんな感じのショートパンツになっております。サテンレースキャミソールかけるショートパンツセットアップ、カラーがブラックの、サイズは L サイズでございます。お値段が1999円なんですけど、このセットアップめっちゃ高見えする。このサテンの生地もすごいしっかりしていて、結構サテンっていろんな種類のサテンがあると思うんですけど、結構薄めの生地のサテンとかってシワがつきやすかったりとか、ペラペラな感じがあると思うんですけど、このサテンはほんとしっかりしていて、光沢感も私的にはすごい綺麗だなって感じるし、もう1999円には見えないクオリティです、本当に。でも私はこんな感じで今トップスだけ着てるんですけど、なんかまあデニムとかパラシュートパンツ、ナイロン系のパンツだったり、まあ今は結構こういうガーリーなトップスとかにあえてスポーティーなジャージとか合わせるのも流行ってたりするんですけど、まあなんかそういった感じで、下はちょっとどうしてもルームウェア感があると思うんですけど、上は全然外にも着ていけるなと思って、まあルームウェアとしても着れるし、普通に普段着としても着れる万能なアイテムなんですけど、私は今回ブラックのみをゲットしたんですけど、他の色もちょっと検討しようかなっていうぐらい気に入ってます。この価格でこのクオリティは本当にすごいなって思う。パンツもゴムついてるからすごい履きやすいし、でこのトップスも調節アジャスターがついてるので調節もできたりとか、あとはこのレースもついているので、そこもまた可愛いですよね。パンツには裾にこんな感じでついてます。トップスも裾のところにレースついてるんですけど、形もすごく綺麗で、ここがやっぱ V になってるから顔もすっきり見えるし、そこもいいなって思いました。では続きまして、じゃん、こちらのキャミソールをゲットいたしました。私はこのグレイルの商品紹介で結構キャミソール、夏はキャミソールをいつもたくさん紹介してると思うんですけど、今回もキャミソールいろいろゲットしてみました。シャーリングジャガードフリルキャミソール、カラーがモカの、サイズは M サイズで、お値段が999円でございます。1000円のキャミソールなんですけど、こんな感じでジャガード、ちょっとこう柄というかボコッとした感じの生地になっていて、これもすごいなんか立体感もあるし、シンプルすぎないから、シンプルな合わせでもつまらなくないようなコーディネートになるかなと思います。で胸元のところもこんな感じでちょっとフリルがついてたりとかして、裾のところもメローっぽくなってて、ここも可愛らしいなって思います。ちなみにこれは、肩のアジャスター調節はついていないんですけど、でも全然長すぎる感じもなく、ちょうどよく着られました。で、あとパッドもついております。本当にね、あのパッド付きのキャミソールってマジでありがたくて、結構私も質問いただいたりするんですよ。なんかこういう下着が見えちゃうようなその時って何着てますかっていう質問をいただいたりとかするんですけど、あ、ちなみにこのキャミはついていないので、今中はヌーブラとか、まあ、なんだっけ、あれめっちゃ忘れした。なんだっけあれ。なんだっけ。え、待って。あ、待って、めっちゃ忘れた。あのヌーブラタイプじゃなくて、こうトップにだけ貼るやつ。なんだっけ。待って、なんだっけ。ちょっと調べよう。あ、ニップレス。そうだ、ニップレスですね。そう、ニップレスをしたりとかっていう感じで着てることが多いかな。なんかこう背中が空いてるやつとか、特に前だけ隠したい時とかはそういうやつ使って、背中まで隠れるやつとかだったら、まあ、それよりもちょっと安心できるブラトップとかベアトップとか着たりとかしてるんですけど、もうそれもいらないっていうのがマジでもう快適、楽すぎて。パッド付きのキャミソール大好きなんですけど、これもついております。ありがたい。丈感もなんか長すぎず短すぎずで、おへそを隠れるぐらいの感じになっております。でこの伸縮性もすごいいい生地なので、サラッともしてるから結構夏でも涼しく着られそうかなって思います。色も結構深めのブラウンで可愛いです。では続きまして、じゃん、こちらのタンクトップをゲットいたしました。ハット入りアメスリタンクトップ、カラーがオフホワイトとブラックで、サイズはどちらも M サイズで、お値段は799円でございます。アメスリのタンクトップではあるんですけど、結構この肩のところの幅は広めになっているので、なんかこうアメスリって
ってえぐれてるような印象があると思うんですけど、一般的なというかそういったアメスリよりはもうちょっと隠れるのでより着やすいかなっていうふうに思います。なんかアメスリとか挑戦してみたいけどちょっとこう露出が気になっちゃうわっていう方とかはこのぐらいの太さのアメスリとかだと割と調整しやすいかなって思いました。これもねアットがついているので1枚で着られちゃいます。で生地感も薄すぎず分厚すぎるな感じで夏でもなんかさらっと着れそうな素材感だし伸縮性もこれもあります。ただちょっと私的に1個気になったのはこの丈感もすごい絶妙な感じの丈感なのでハイウエストだったらインできるぐらいかな。ジャストの丈感とかだとちょっとどうだろうな意味難しいかなっていう感じの丈感で、でこのタンクトップちょっと裾にかけて広がってるの分かるかな、こういう感じでくびれてるのでこれが好きな方もいると思うんですけど私はどちらかというとまっすぐなタイプが好きでこう最後まで体に沿う感じのものが好きなのでちょっとそこが私的には気になったポイントではあったんですが、でも本当ノーマルなシンプルなトップスなので1枚とか空張りで2色とか持っててもめっちゃ使えると思います。すごいヘルシーなコーディネートができるので私も大好きで1枚で着れるのが私的には推しポイント。あんまりねアメスリでパッド付きってまあ最近は多いかもだけどあんまり見かけないんですよね。では続きましてじゃじゃん、こちらでございます。もうめっちゃカラバリでゲットしちゃったんですけどパッド付きホルターネックキャミソールでカラーがこちらからアイボリー、グリーン、ライトブルー、ブラックでサイズはどれもフリーサイズでお値段は999円でございます。めっちゃ可愛いこの色合い超好きです。私何回かも動画でも話してるので知ってる方も多いと思うんですけどすごく汗をかくのであんまりカラーもののトップスとかって買ってないんですよ夏は。まあ、どうしてもやっぱ白黒が多くなるんですけどなんか夜だけ出かけるとかならワンチャン着れるかなと思ってグレイルだからすごいお値段も優しいのでカラーものもゲットしてみました。ライトブルーとグリーンなんですが超可愛い色合いまして、ライトブルーはちょっとこうパッと明るくなる感じで、このグリーンは明るいけど若干くすみがかってるので結構肌なじみが良くてこれもめっちゃ可愛いです。でこれはホルターネックのトップスなんですけどこんな感じで着るとね割とこうスクエアネックっぽい感じになるかな、ここがまっすぐになってるので。そうで私今回これ4色ゲットしたんですけど大正解だった、マジで可愛いし、これもパッとついてるので1枚で着れちゃいます。もう本当ありがとうございますまあやっぱ私も春夏キャミソールスタイルがめちゃくちゃ多くなるんですけど形違いで私は結構キャミソールを楽しんでるのでこういったちょっと変わった感じの形のキャミソールとかも持っておくとすごい使えるなって思います。レイヤードとかにもすごい使えそうな形だなと思うので着回しもいろいろできそうな気がしております。でこのトップスは真ん中後ろと前のどっちもなんですけどこんな感じで真ん中に切り返しがあってこれがなんかちょっとポイントになって可愛いなって思います。これがないと結構全体的にまあシンプルでいいんですけど割とこうのぺっとした感じのトップスになるのでこれが入ってることでここがワンポイントアクセントになるのでこの辺がちょっとまあユニークな感じのアイテムかなと思います。これは結構丈感がしっかりあるのでインもしやすそうで、ちなみにパッドはね結構まあどれもそうなんですけど割と大きめ、しっかりと大きめにパッドが入っているのでだからすごいそこも安心ですし、ちょっと正式な違いは分かんないんですけどカップ付きキャミとパッド付きキャミって結構違うじゃないですか。で私はどちらかというとパッド付きの方が好きなんですよ。っていうのも私胸が本当にないタイプなのでカップ付きだとどうしてもパカパカしちゃうんですけどパッドだと割とこう反ってくれるっていうかそんなにこう凹凸がない印象なんですよ私の中では。違ったらごめんなさいなんですけど、そうだから私はパッド付きの方が好きで、これもまあそんなにこうボゴッとしてないからパカパカもしにくいのでお胸があんまりないよっていう方でもすごい安心して着れるかなっていうふうに思います。ちょっとこの機会にどういう違いがあるのか調べてみようかな。私的にはなんかそういう印象があったんだけど、あ、でもやっぱそうっぽいかも。ブラパッドは詰め物全般、あ、でも広いみたいですね。パッドっていうのは詰め物全般なのでカップも別にパッドでもいい言えるっぽい。まあ、でも中でもカップっていうとこうお椀型のタイプになるのでカップはまあ私もそのイメージ通りだったかな。
らしいです。では続きまして、じゃん、こちらのスキッパープロニットトップス、カラーがブラックオフホワイトのサイズはどちらもフリーサイズで、お値段が1699円でございます。サマーニットの生地なので夏でも全然着れる感じのニット素材なんですが、こんな感じでちょっと透け感のある編み方になっていて、でこの生地が本当に気持ちよくて肌触りがめちゃくちゃいいです。サマーニット系とかってちょっと粗いっていうか、肌に当たるとチクじゃないけど気になるなみたいな感じの素材感のやつとかあると思うんですけど、これは本当柔らかい感じの素材になっているので、すごい肌触り着心地はいいなって思ったんですけど、やっぱその分ちょっと肝だってはないけど割とこうふわっとした感じのニットなので、ほんとめちゃめちゃ暑い日とかは透け感はあるはあるから通気性はいいけど、ちょっと暑さが気になっちゃいそうかなっていうのは感じました。でもなんかサイズ感も結構ビッグシルエットな感じでゆったりしていて、割とこうユニセックスで着れそうなぐらいのサイズ感でラフに着れるような薄になっています。この胸元のところもガバッと開いているのですっきり見えるし、体型カバーとかもしやすいかなって私は思いました。で、まあ、この透け感のある感じの編み方にはなっているんですけど、着ていてそんなにこう露出みたいな感じの印象にはならないので、ほんとちょうどいい感じの透け感っていうんですかねになってるから、そこをちょっと気になるっていう方も全然大丈夫かなって思います。私はこういうなんかゆったりとした感じのトップスとかは、下もダボっとしたワイド系のパンツとかと合わせてゆったり着て、ちょっとこうメンズライクな感じに着るのが好きなので、そういう感じでコーディネートしたいなって思います。では続きまして、じゃん、こちらをゲットしました。パッド付きビッシュ×フレアパンツデニムセットアップ、カラーがブルーの、サイズは L サイズで、お値段が3299円でございます。デニムのセットアップになっていて、今本当にこういったデニム素材っていうのが結構流行っていて、まあ、こういったパンツはもちろんトップスもデニムにしちゃうとか、バッグもデニムにしちゃう、シューズもデニムにしちゃうみたいな、本当もう全身デニムで揃えちゃうコーディネートとかっていうのも結構トレンドなアイテムなので、これもいいなと思ってなんかゲットしてみました。で、色合いがねすごい可愛いんですよね。これちょっとこうウォッシュが入っていて、そこもこうこなれた感じで可愛いなっていうのと、このパンツはフレアなんですけど、すごい形が綺麗だなと思ってゲットしてみたんですが、私169あるんですけど全然丈感もしっかりとありますし、割とハイウエストなパンツになってますね。なのですごくスタイルアップできるようなパンツになっていると思います。これは一緒にセットで着ても可愛いし、別々でもすごい気持ちくだろうし、このビッシュもパッドがついているので1枚で着れるトップスになってます。このビッシュ割とね丈感が短めなので、露出が気になるっていう方は中に T シャツとか一緒にレイヤードしてあげて着るのがいいかなと思います。なんかさっきのこういったホルターネックのキャミとかをレイヤードしてあげても私は可愛いんじゃないかなって思います。形の違うキャミソールをまた中に入れてあげると、キャミとキャミのレイヤードでもすごい可愛くなったりするので、こんな感じで着るのもいいんじゃないかなと思いました。ちなみにこのデニム素材はあんまりストレッチが効いていないんですけど、トップスにはこんな感じで後ろにゴムがついてます。ただパンツはゴムとかではないので、パンツのサイズに合わせて購入してあげたりするのがいいんじゃないかなって思いました。では続きまして、じゃん、こちらでございます。バット付きキャミワンピース、カラーがブラックのサイズは L サイズで、お値段が1799円でございます。こんな感じのマジでめちゃくちゃシンプルなキャミソールワンピになってます。ほんとシンプル。もうそれ以外言えないぐらいほんとシンプルなキャミソールのワンピースで、こういうものってほんと1枚持っていくとマジで楽だと思う。ちょっとコンビニ行きたいとかっていう時もさっと着れたりするし、これもねパッドがついているので1枚だけで着れるっていうのもすごい私はありがたい。夏ってほんとに暑すぎてどうにかどうにか薄着で過ごしたいじゃないですか。だからもうそういったほんとなるべく楽になおかつ可愛く着たいっていう方とかにはすごくおすすめです。ちなみに1個ポイントとしては、後ろがこんな感じでスリットが入ってます。丈感は足ギリギリまではないけど、でも全然結構しっかりと長さがあったので良かったです。ちなみにこれはね、肩の紐のアジャスターはついていないので調節はできないタイプですが、でもいい感じの長さです、私的には。これもなんかサッて着れるからいっぱい着ちゃいそうな予感します。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。こ
これまたキャミワンピなんですけれども2色ゲットしました。バックリボンジャガードフレアキャミワンピース、カラーがモカとチャコールで、サイズはどちらもフリーサイズで、値段は1299円でございます。ワンピースって1枚でコーディネート決まるじゃないですか。なのに1300円って安すぎません？本当にコスパが神だと思うんですけど、こんな感じのキャミワンピースで、これはちょっと形がね面白いですね。前から見ると普通にこうスクエアネックな感じのワンピなんですけど、後ろから見るとリボンになってて、ちょっとこう肌見せできる感じの形で、それがねすごい可愛いです。あとこの生地っていうかジャガードになってて凹凸のあるような感じの生地なので、立体感があって1枚でも様になるワンピだなって思います。あとこれ形がね割と綺麗で、なんかこう綺麗めな感じの形っていうのかな。さっきのキャミワンピはどっちかっていうと体に沿う感じでタイトな感じだったんですけど、こっちの方がちょっと形が A ラインというか広がっていくような感じの形なので、さっきのものよりはあんまりこうボディラインは響きにくいかなって思います。切り替えが前に2本ビーって入っていることで、縦のラインも意識されてスタイルアップもできるワンピになってるなって思います。ちなみにこれはパッドはついていないので、後ろがちょっと開いてるので、ブラトップとかっていうよりは前だけ隠せれるようなヌーブラとかニップレスとかがいいんじゃないかなって思いました。これも本当生地がめっちゃサラッとしてるから、マジで夏にぴったりなアイテムだなって思います。カラーも本当絶妙な感じでめっちゃ可愛いです。では続きまして、じゃん、こちらのワンピをゲットしました。またまたワンピですね。ちょっと今回ねワンピ結構私いろいろとゲットしてみたんですよ。最近割とこういう感じのものも着るようになってきたので、たくさんちょっとゲットしてみたんですが、花柄エンボスフレアミニキャミワンピース、カラーがブラックとアイボリーで、サイズはどちらもフリーサイズで、お値段が2099円でございます。これねミニのワンピになってて結構短めかな、私でギリぐらい本当に。まあ一応調節はできるんですけど、長くするとその分こう胸元までガンって下がっちゃうので、あんまり長くするとやっぱりこう空きが気になっちゃうから、普通に着て私でギリぐらいだったかなっていう感じ。そんななんかこうピタッとしてるシルエットではなくて、すごいふわっとしたシルエットなので、短くてもそこまで気にはならないかもだけど、まあ、1枚で着るってなったら下にちょっとこうシュール系のスカートとかと合わせた方がいいのかなっていう気がしました。私は、まあ、もちろん1枚で着てもいいなと思ったんですけど、これになんかワイド系のパンツとかと合わせてガーリーすぎない感じで着たいなと思っていたので、もともとこの丈感はすごく良かったなっていう気がしてます。これ素材が割とナイロンっぽいっていうか、ちょっとシャカッとした感じの素材になってて、裏もねこういった感じで、わかるかな、スポーツウェアとかでありそうな感じの、意外とデザイン的には女の子らしくて可愛い感じだけど、この素材感でちょっとそういったスポーティーな印象もあったりするので、そこのバランスが私的にはすごい好きで、こんな感じでちょっとメッシュっぽくなってるのかなになっているので、バランスが私はすごい好きで、こういうなんかガーリー系のアイテムとかあまり普段着ないっていう方でも割と着やすいんじゃないかなって思いました。で、形はもうほんとふわっていう感じだから、カバーはできるはできるけど、ちょっと一歩間違えるとキメ取りに見えちゃったりもするかもしれない。一応この胸元のところで切り替えにはなってるんですけど、くびれる感じではないので、バランスに気をつけないと全体的にブワってなっちゃうようなシルエットかなっていうのは思いました。で、生地はこんな感じのお花のエンボス加工がされていて、ボコボコっとした感じの生地で、これはね可愛いです。めっちゃ立体感が出るからすごい。続きまして、じゃん、こちらのこれもまたワンピースをゲットいたしました。ツーウェイパフスリーブミニワンピース、カラーがオフホワイトとブラックで、サイズはどちらも L サイズで、お値段は1599円でございます。これもねまたまたミニワンピで、こんな感じのコットン素材のパフスリーブのワンピーって結構ふわっとした本当に女の子らしい感じのワンピーなんですけど、これも私は下デニムレイヤードしたりとか、パラシュートパンツとかレイヤードしたりしても可愛いなって思ったし、これ1枚で着てなんかちょっと足元がスニーカーとかウエスタンブーツとかマーチン系のブーツとかにして、甘辛ミックスみたいな感じで着てあげても可愛いなと思ってこちらゲットしました。オフホワイトってやっぱりこう透け感気になる方もいると思うんですけど、これは中にちゃんとこの裏地が
ついていますので、そんなに透け感気にならないかな。派手な色の下着とかではなければ全然気にならないと思います。形もすごい可愛くて、袖のボリューム感もすごい綺麗だったし、裾のこのフレアの広がり方っていうか、もうとても綺麗な感じで可愛かったです。まあでもこれも割と短めだったかな。私今回 L サイズにしたんですけど、結構短めだったので、これも同じような感じで下なんかレイヤードしてあげてっていうのがいいかなって思います。2ウェイっていうのは、この普通に肩上げてきても着れるし、落としてオフショルみたいな感じでも着れるっていう2ウェイかなになってますね。で、後ろはこんな感じでチャックがビーッとついてます。フレア系のワンピ、コットン系のワンピとかスカート、フレアなコットンスカートとかも結構海外とかでも今トレンドで着てる方が多かったりするので、すごく今っぽいコーディネートもできると思います。では続きまして、じゃじゃん、こちらのデニムパンツをゲットしました。カーブデニムパンツ、カラーがブルーの、サイズは L サイズで、お値段が2099円でございます。カーブパンツって書いてあるんですけど、こんなにカーブは私的には感じなかったかな。どっちかっていうと本当にこうワイド系のパンツになってるかなって思いました。一応この膝のあたり内側のところにこういう感じで切り替えが入ってはいるんですけど、そこまでカーブっぽさは私的には感じなかったかな。割とこうゆったりと履きたいなと思ったので、今回 L サイズにしたんですけど、すごいいい感じのサイズ感で、とてもゆったりラフな感じで着れてよかったです。で、デニムのこの素材もいい意味で軽い感じの素材になってるので、デニムにしてはわりかし涼しく着られそうなパンツになってます。色合いも結構ね、ライトブルーで明るめなので、夏でも重すぎずデニムコーデが楽しめそうで、そこもいいなって思いました。ちなみにこれはウエストにはゴムがないタイプです。シンプルにさっき紹介したキャミにこのパンツとかでも可愛いし、キャミのミニワンピとかに下をこれ合わせてあげてもめっちゃ可愛いと思います。じゃあ続きまして、じゃじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。ウエスト折り返しパンツ、カラーがグレーとブラック、ヒレサイズはどちらも L サイズで、お値段が2199円でございます。このパンツ私的にすごい推しアイテムかも、今回の中でも。このウエストのねデザインもすごい可愛いですよね。折り返しになってワンポイント入ってるので、普通のスラックスとはまたちょっと違った感じで可愛いなって思います。よりこうカジュアルっぽい感じになるかな。何よりこのシルエットもめちゃくちゃ綺麗だったし、このパンツ、あと長さもねすっごい長めにあって、高身長の私からしたらめちゃくちゃ嬉しいポイントっていうのと、あと素材も本当にマジでさらっと履ける、夏にめちゃくちゃありがたい感じの素材感で、でしかも本当若干なんですけど、こうストレッチが効いてるんですよね。だからすごい履きやすいし、動きやすいし、めちゃくちゃ過ごしやすそうで、ロングパンツだけどそこまでこうストレスがかからないような感じのパンツになってるなと思ったので、このパンツマジで私の中で推しアイテムかな。ウエストも割と細めに作られているので、結構私まあ前々からちょこちょこ言ってるけど、お尻のトレーニングするっていうのもあって、割とヒップが結構あるタイプなんですよ。ヒップに合わせるとウエスト大きくなるし、ウエストに合わせるとヒップがパツパツになるしみたいな感じのタイプなんですけど、全体的にまあこれゆったりしてるシルエットなので、お尻は全然余裕なんですけど、でもウエストも割と細めに作られているなって感じたので、すごいそこが綺麗に履けるポイントになってていいのかなって思いました。これはちょっとみんなぜひ見てみてほしいかも。こんな感じでタックも履いてたりとかして、めっちゃ推しアイテムです。可愛かった。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。切り替え膝ロングフレアスカート、カラーがブラックとチャコールで、サイズはどちらも L サイズで、お値段が1599円でございます。なんか安すぎてびっくりする、本当に毎回びっくりしてるけど、毎回びっくりする、ちゃんと。私はロングスカートなんですけど、ナイロン系のちょっとシャカッとした感じのスカートになっていて、とっても今っぽいスカートで、ちょっとこうスポーティーな感じというか、で着れるフレアスカートになってて、これ切り替えがあるんですけど、この切り替えがね、ちょっと面白い感じのシルエットというか、になってて、前は結構上目にこんな感じで切り替わってるんですけど、後ろ行くと、ちょっとこう、下がった感じ、カーブがかった感じの切り替えになってて、ここがやっぱあるのとないのとでは割とこうアイテムの見え方とか工事全体の見え方も変わってくるんですけど、やっぱこういうワンポイントがあることでおしゃれに見えたりとか、シンプルでもシンプルすぎなくってちょっとこう個性が出たりとかするので、このスカートもね結構良かったです。ウエストもこの後ろ半分がゴムになっているのですごく履きやすいし、あと丈感もめっちゃグッドでした。高身長の方にもぜひおすすめしたいフレアスカートかも。いい感じ
感じにこう落ち感もしっかりとあるので、フレアスカートって結構こう広がりすぎるとボワって見えるし、でもボリュームなすすぎるとなんかうーんっていう感じもあるし、適度なボリュームは欲しいけど、でもボリューミーすぎないやつがいいっていう、このわがままな私の要望もクリアしてくれるようなシルエットになってて、すごい綺麗で良かったです。素材もこうシャカッとしてるからカジュアルにも着やすいし、このスカートも割と推しアイテムかも。ということで続きまして、じゃん、こちらのサンダルシューズをゲットいたしました。厚底レザーサンダルで、カラーブラックのサイズ、私は 25cm をゲットしました。お値段は1599円でございます。こんな感じで本当もうシンプルな B3 っていうかレザーのサンダルです。ちょっとだけ厚底になってますね。こんな感じで、こういう感じのサンダルってマジで夏重宝しません。私もめっちゃ履いたりするんですけど、まあ、涼しく履けるし、でも可愛いし、こういった形は1個持っておいても損ないかなと思ってゲットしてみたんですけど、ちょっとねこのサンダルどうだろう、靴ズレが気になっちゃうかもって思いました。結構なんか全体的に固めかな、シューズにしては固めな感じの素材感だったので、ちょっと慣れるまで時間がかかりそうかなとは思いました。でもこのデザインとかはすごくシンプルな感じで、いろんなコーディネートに合わせやすいかなというふうには思います。サイズ感は私いつも25履いてるんですけど、まあ、ぴったりな感じでしたね。では続いてでラストなんですけれども、ラストがじゃん、こちらのバッグでございます。ガードレザーショルダーバッグ、カラーがブラックのサイズはフリーサイズで、値段は1599円でございます。こんな感じのめっちゃシンプルなバッグゲットしました。すごいね、本当いろんなコーディネートに合わせやすそうな、使い勝手の良さそうな万能なバッグになってますね。でこのサイズ感がマジで絶妙でめちゃくちゃいい。大きすぎないし、でもちっちゃすぎないし、夏ってやっぱ私荷物がめっちゃ多くなるんですよ。なんか汗拭きシートとか扇風機とか日傘とか、普段よりも荷物がどん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 増えていっちゃうので、ちっちゃすぎると手に持つことになるし、でも大きすぎてもなんか持つの大変だしなみたいなってなると思うんですけど、これはほんとちょうどいいサイズ感だと思う。ちょうどほんと全部入りそうだし、夏にその必要なアイテムたちが、だけど大きすぎなくって、肩からもこうさってかけられる感じだし、これベルトがついているので長さ調節できるんですよ。で結構ね調節の幅が広くって、一番短くてこんな感じかな、肩にさってかけれるワンハンドル系のバッグになる感じで、一番長くすると割とこう斜め掛けもいけそうなぐらいの長さになります。こんな感じで全然いけちゃうぐらいですね。もうちょっと短くして、ちょっとこうボディバッグみたいな感じで持っても可愛いなって思うし、コーディネートに合わせても変えられるので、そこもいいなって思ってます。まあ、レザーのねこの素材が結構柔らかいので、すごい使いやすいなっていうのと、あとマチもついているので、そこも物もたくさん入りそうでいいなとは思いました。でもやっぱこのベルトのところも同じ素材になっていて柔らかいので、やっぱりこうなんて言うんでしょう、若干チープ感は出ちゃうかなっていう風には思いましたね。このベルトがもうちょっとしっかりしてれば割と高めにするかなと思ったんですけど、ここだけがちょっと折り目ができちゃったりとかするので、結構まあでも全体的に柔らかいっていうのは持ってて、まあ、めちゃくちゃ使いやすい素材感ではあるかなっていう気がします。このレザーの質感の感じは私は結構好きな感じですね。なんか光りすぎてもなくて、ちょっとこうマットっぽい感じというか、ほんと多分このバッグめっちゃ使えると思います。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。いつも結構ね私はこう色違いでゲットしたりとかすることも多いんですけど、まあ、今回もすごいたくさん色違いでゲットしたアイテムもありましたが、色味の参考だったりとかにしていただけたら嬉しいなって思います。今回紹介したアイテムたちは本当に当たりのアイテムが多かったので、ぜひみんなもサイト見てみてチェックしてみてください。でまたインスタのリールにこれを使ったコーディネートも何体か紹介しようかなって思いますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。